置しています。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、まもなく試合が始まります。キックオフでスタートです。レア3トップのようですね。そうですね、長いドリブル、おー、来た、いやー、抜けてきた、強い。まずは左サイドから行きましたが、ボールはつながっていきません。マキシ・ロドリゲス、いいプレーですね。アプローチする主審がファウルを取りました。今日最初のファウルです。前に送る、チェック、コースを探す、抜けてきましたよ。こっから行った、いや、あとはコースだけなんですけどね。前半15分が経ちました。柔らかいパス、あっと右行きましたよ。さあ、固まっている。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。放りません。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。チェックが入りました。中がちょっと寂しい、一人で持っていく、パス出るか、ちょっときついですよね。チェックになります。アプローチ、シュート、これまずい、マルセロ左へ出した。30分を回りました。左側、ここまで走ります。行くわ、中へは、シュート決まった。クリスティアン、レア先制ゴールを決め、1点をもぎ取っています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心すぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。はい、続けて注目してまいります。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、そうですね、そんな流れになってますね。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、まあそこまで持っていく回数は多いということもありますしね、そこからどうするかでしょうね。横へ運ぶ、チェック、そしてここはシャビアロンソ、スライディング、チェック、さあ、ここでボールを彼に渡っている、クロスで来るか、シュート、おっと、長い笛、前半が終了します。さあ、北澤さん、はい、後半参りましょう。エンドが変わって、右にレア、左にリバプール、チェックきついですよね。チェックファールに合います。縦に出して、これは通りませんでした。左にはたいた、さあ、競っていく、バックパス、フェルナンド・トーレス、シュートを打ちましたけれども、もう打つしかないという状況だったんでしょうか。そうですね、やっぱり先ほどのように時間かけられてしまいますとね、しっかりとディフェンスが戻ってしまいますからね。そしてマキシ・ロドリゲス、ここで受けた、おお、チェック、ここは阻まれました。チェック、誰が前線に待っているのか、おお、
まだ諦めていません。そしてここはルーカスチェック。2人いますよ。このシュートゴール。後半25分です。リバプール見事に同点ゴールを。リバプールここで試合を振り出しに戻しました。これでさらに攻撃に出ていかなければいけないってことでしたね。リバプールベンチで誰かアップを始めているようです。アプローチしていく。チェックに行きます。いや自分で持っていく。ドリブルですね。シュートゴール。クリスティアーノ・ロナウド。レアル。さあここで引き離そうというのはレアル。さて北澤さん、レアル今のところ1点リード。見ているとこうドリブルで持っていくパターンが印象としては多いですね。レアルとしてはポイントとしてはそれがうまくはまっていますよね。その方が見応えもありますからね、はい、さあスペースに抜ける。シュート。もう1回。もったいない。左サイドです。アプローチ中を見た。自分で行くのがいいですね。スライディング。これはファールの判定。たまらず行ってしまいましたね。さあこの位置から蹴ります。狙ってきた。力みすぎたんでしょうか。リードしていますがここは攻めを見せました。リバプールとしてはここは踏ん張らないといけないんですよね。ロスタイムは3分ほどあります。アプローチ。そして今笛が鳴りました。試合終了。レアル勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。